クープのおばかたにクープで檻とか小屋とか、まあもっぱら他動詞でクープドアップで閉じ込められているとか、こういうふうに使ってます。And keeping them cooped up and inside all day will not help them learn. Understandably, being cooped up in a squalid hellhole working for free grates on some folks' nerves. And so she's been cooped up in a lab experimenting with mice to figure out more about behavior when it comes to depression and addiction. First, you know, we've all been cooped up in our house for a year. We're sick of our...But here's the point. I'm also really worried that we've all spent a year cooped up looking at social media where the average stranger you hear about sucks pretty hard because... So if you're cooped up somewhere, you're in a small, closed space. In my house, because I've been cooped up for so long, we basically went glamping. With our child being under stress, but maybe being cooped up with your partner the whole time, or your sister, or whoever it is you normally live with. That will tolerate spending their lives cooped up in a truck cab together.これは SVL レベル12で、デパスタンの熟語コーナーには載ってんのかな ?Be cooped up でね。で、これは語源調べても全然役に立たないみたいなね。もう語源調べてみる?ハイパー語源辞典で。もうみんな大好きハイパー語源辞典ね。これ。もうこれ知らない人はモグリですよ、モグリ。ね。このハイパー語源辞書でサーチ取ってやりましょう。ね。見出し語にすら出てこない。ね。全然役に立たないですから。これを見て何を得ればいいんですかこれ。ね。たる、おけ、かご。いやいやいやと。もっと見やすくすればこう。ラテン語でたる、クーパー。中期定時ドイツ語でおけ。と関係のある語で中英語、かごから。いやいやいやと。あ、もっと見やすくしたらこうかな。うん。あ、もっと見やすくするとこうかな。うん。こっちの方が見やすい。うん。たる。OK。過去。いやいやいやと。でもね、前回作ったのがね、もうだいぶ前で言う、今年の1月とか、うん、だからちょっと雑なんですよ、すごい。もう黒歴史にしたいんですけどね、一応前回のもご紹介しますとね、Who is cooped up? 雑。雑だよ。Who is cooped up? クープ見てクー。クープ見てクー。クープのどちらかという、どちらかというとこの OOP に引っ張られちゃいそうな気がするけどね。うん、でもまあ、クーだけ見たらありか。ク、うん、ーだけ見たらありだけど。クープ見たらね、OOP に引っ張られちゃうからね。うん、ちょっとイマイチだね。もう、ドンピシャでいいの思いつきましたから。もうドンピシャで。うん、おばかた子。Be cooped up in coop。コープに閉じ込められている。だからあれだね。このコープは知ってるでしょ。コープ、コープがある町でね、あれなんか霧が出てきちゃったぞーっつってね、でなんかこう霧からモンスターとかが出てきちゃったんだろうね、でどん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 そのモンスターに殺されちゃって、なんだこの霧はーっつって、とりあえず霧から逃げるんだみたいなことで近場のコープに入ったんだろうね、まあこういうコープ、いわゆる聖教、コープはね、多分全国区でどこにでもあるでしょう、おそらく。もしかして鹿児島とか北海道にはないの?いやー、でもコープは全国にあると思うけどな。だからこう、霧の中にいるとモンスターに襲われるからね。いや、とりあえずあのコープの中に入るんだ、つってこうみんな入っちゃったら、こう、どんどん霧が濃くなって、外に出られなくなっちゃったみたいなね。よくあるね、こういうのね。Be cooped up in co-op.Be cooped up in co-op. Be 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 cooped up in co-op. あ、でもちゃんと言っとかないとこれ、元ネタ本当に知らない人いますからね。元ネタはスティーブン・キングの有名な小説のミストっていうね、映画化もされてますから。で、ドラマ化もされてるのかな。だからこうミストでググって見てみて。もうまさにクープドアップされてるから。ていうか、ツッコミどころとしてはさ、雑。もっとやる気出せやだろうね。もっとフォトショーなりギンプなり使ってやる気出せやだよね。けど無理ですよ。もうこんなもん。こんなちょろ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 のね、年寄りのションベンみたいな再生数でどうやって頑張れっつうんですか。
もう続けてるだけ奇跡だよね。いや、これが1回5000回とかね、再生されて、で、1日1万5000回とか再生されちゃって、で、教育系だから、単価が高くて、1円とか、ね、単価が高くなって1円とかなって、1日1万5000円だっつったらね、もっとやる気出しますけど、こんなもん、もうこんな年寄りのしょんべんみたいな再生数でどうやって頑張るっつうんすか、もう。そもそもこの英検業界のトップだって、1日2600回よ。俺がもう1万5000回とか行くわけないじゃん、こんなの。もう、これだってもうね、もうやってらんねえなっつうことでなんかメンバーシップ始めちゃってるでしょ？だからそういうレベルなんでしょうね、きっとね、教育系っつうのは。もう、ポレポレ大名人だってさ、もう天下に名だたるポレポレ大名人でさえよ。1日4500回。きっつ。きっつ。もう、かたや飯食い姉ちゃん見てよ、これ。オッハモーニングとか言いながらさ。もうカメラの前でオッハモーニングつってた。酒飲みながら飯食ってりゃいいんでしょ？再生数いくらだと思う？一日。73万4500ってもう。世も末。世も末やん、こんなの。こんなの 0.3 かけてよ、0.3 かけて。エンタメ系だから単価が低いとはいえ 0.3 はあるんでしょ？一日。何？約だいたい25万。ああ、もう片や俺の動画見て。一日の再生数。ねえ、こんだけいろいろ考えて、こねくり回して、ねえ、いろいろ工夫して。いくらですかね？一日533回、単価1円だったとしていくら？一日500円。ああ。しかもまだ収益化してないよ、俺。あと250時間ぐらい足んないんですよ。ねえ、仮に収益化して、で、奇跡的に単価が1円だったとしても、1日500円。ね、ガキの使いですか、これは。でも、教育系 YouTuber の単価は高いって言うけど、あんまりはっきりした数字って出ないじゃん、うん、いや、森哲さんとかは収益発表してるけど、森哲さんはどちらかというとなんかエンタメ方面走ってるから、ちょっとよくわかんないじゃん。で、おまけになんか、YouTube 以外の案件みたいの入れて収益発表してるから、ちょっと純粋な単価ってわかんないじゃん。だからなんとか続けてね、せめてそこを確認しないとね、いけないなと思って。でもきついよね。1日533回ってね。何がきついってね、俺の動画はエスカレーター並みの需要なのかっていうことだね。きついです。下手したらエスカレーターの動画に負けてますからね、再生数。で、またね、昨日ね、発見しちゃったんだけどね、エレベーターにはもっとボロ負けっていうね。エレベーターにはもっとボロ負けですよ。もうちょっと勘弁してほしいですよ、これ。なんすか、これ。誰が見るんすか、これ。ちょっと見てみようか、これ。一週間前999。何これ。うわ。なぜこれをクリックしたんですか。ねえ。もう、意味がわかんないです。ねえ。しかもそこそこコメントがあるっていうね。意味不明ですよ、もうこんなの。でない、これはいつからやってんの ?6770 人もいるけど。ねえ。2011年。うわぁ、すごい。まあ、なんていうか、もうこれこそ継続は力なりだよね。もう、スクショするパワーすらなくなってしまいました、私は。ねえ。もうだからもう、コービとクープドとかやっても検索してよ。もういい感じの探そうぜ、今から。ねえ。どれがいいですかね。あ、これいいんじゃない？コービとハブミークープとアップ。インサイドとかね。あれは何？クープドアットホームとかね。ああ、いいじゃん、いいじゃん、これね。コーピングウィズコービット and ビングクープドアップとかね。COVID have kept me cooped up inside for far too long とかね。あとはいい感じのありますかね。How cooped up couples stay connected とか。Love during COVID-19。ちょっとおしゃれじゃない。Love during COVID-19。ね、
cooped up kids fighting a lot. やっぱこうストレスで喧嘩しちゃうよみたいなこと。もういっぱいあるからもう適当に見てよ。もうこうやって検索して。もうこうやって。もうこうやって検索すればもういっぱい出てくるから。ね。Be cooped up in co-op. Be cooped up in co-op. Be cooped up in co-op. 概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。